ことで非常に今考えたら良かったのは、他の人たち の, そのいろんな講師コンサルとか、まあ、浮気もねいろいろこうやったんですけどね、結果としては別にねよいしょするんじゃなくて、いろんな講師コンサル本とか原理原則傾向を見ていくとですね、自営業小企業系にとってはですね、これはね、まあ、こんなとこ来てる人はお分かりでしょうけど、まあ、戦略系ではもうさ、武田ランチェスターが一番いいですね、本当。だって他ないでしょ、他大企業向けとかなんかいろいろあっても、八大戦略の中の何かの戦術のコンサルとか本とかいうのばっかりなの、当たり前ですよね。トータルでちゃんと言ってるのは、ね、ないんですよ、なかなか。でやる系で言ったらですね、まあ、ジャパンヒルも SMI もなんすか、ね、アチーブメント、怪しいね、アチーブメントアチーブメント知ってるっていう人、青木さん、お行ったことがあるっていう人、あその後の15万の研修行ってしまったっていう人あ行ってしまったなるほどなるほど、いますね、たまにね。だから保険代ね、そうです、あまあ、9割はね、ネットワークビジネス騙しだけど1割ぐらいね、保険代理店も騙されてね、まあ、私もあれでね、2、3回、まあ、無料セミナーだけですからね、青木さんで行きましたけど、まあ、話の内容全然悪くない成功ですか、まあ、SMI とかナブリのパクリっていうか、っていうか、その手のやつは結局みんな同じになるんですね、言うことはね、夢を持って、強く叶えて、書いて、できるできると唱えましょう、アファメーションだ、で最後こう絵を描いたりしたらいいですよみたいなね、そこだけパクったのが宝地図の望月っていうやつなんですけどねあれ SMI 訴えた方がいいよビジュアリゼーション、夢だ思いだ、最後はね絵にしたら叶いますよってね、あいつ言ってるけどさ、友達だけど、もうあえて言うよ、俺パクリ大嫌いね、俺パクリ元はあいつ明かしてないよ、ね、夢が叶える宝地図聞いたことがあるんでしょ、本を買ってしまったっていう人、宝地図パック教材も買ってしまったああ、いましたねじゃあインストラクターにもなってしまったっていう人、ああ、なってないあれあれでいいんですよ、あれあれで、あれ戦略なんもないで、女子供向け、一般人向けにはあれでいいんです、あれで、あれでさえしないから、 SMI ナプリン向けはね、難しすぎる、本当は簡単なのにえらい難しそうにして何百万で売りつけるでしょまあ原理原則は意外じゃない、もう一冊の本でどれから何でもいいですよ、どれでも同じなんですけど、何の話ああそうそう、だからそうだ、だからやる気系ではですね、まあ私が、まあ、教材系勉強会で言ったらですね、まあそれやっぱ矢さんとか通ってたから、やっぱり SMI がやっぱ一番分かるんですよ、私にとってはですね。でこれが運よく武田ランチェスターも、ね、すぐ近くにあって15年以上ですね、ほぼ毎月毎週継続学習ができたと、これはね、その両巨頭が福岡なんですね、これが自転車で10分以内にいるっていうね、こんな奇跡はないですね。まあその影響かどうか分からないですけど、中小企業同友会も福岡、多分日本一元気だし、倫理法人会もあれ福岡発祥ですからね、多分日本一元気だし、なんですかね、福岡発中小企業系の経営戦略本でもやっぱ福岡がナンバーワンですもんね、福岡ですよね。ああだからね、あれですよ、そのまあ SMI とか武田ジェスターのね、パクリをそのままね、ちゃんとやればね、原理原則の根幹は間違いないです。これはもう言います、あえて。ね、この後多分、参加者のところには、今日の主催者から、もれなく電話営業がかかってきて、あなた成功したくないですかと。多分そういうね、営業では来ると思うけど、一度聞いた方がいい。聞いて、リバイバルなんとかビジョンは、だからフォロー勉強会やってるんですか、はい、やってる、はい、ちゃんと毎月。勉強会、勉強会ちゃんとやってます、毎月17講座やってます。え、毎月、はい、毎週おお、なるほどね、あそれはいいや、そういったところだったらいいと思いますよ、はい、でまあこんなところ共催するぐらいだから戦略のことも分かってますよね、うん、分かってるけど、それはもうランチェスさん任せます、やる気モチベーション系、ね、武田雄一の言う願望、熱意、決意、ね、その辺はその 53% は我々 SMI に任せてくださいと、多分ね、そういう、あとね、それとね、本当は
まあ私もそうですけどね、竹谷先生もそうですけど、まあお互いね、性格があんまり良くないんですね。っていうか、まあ非常に分かる、まあ似たタイプなんですよ。痩せてるでしょ、痩せ型で短気で気が短い、まあ性格悪いっていうわけじゃなくて、まあ余裕が意外にないんですね。そういう人なんかはですね、私個人的にやって良かったのはですね、感謝系のやつ、やっぱ掃除系とか早起きとかですね、まあ倫理法人会的なやつ、まあ一応私いろいろやってみて、ね、効果はねやっぱあります。まあこれはね明らかに、今日もですね、昨日今日名古屋駅でトイレ行ったんですね。あ、新幹線乗った時ですよ。でトイレ入ったらよくあのチリ紙がトイレットペーパーがよく落ちてるんですよ、下にこうチリになったやつがとか、あのションベンがこぼれてるじゃないですか。ああいうのね、もう今もう全くもう無意識に、ね、潜在能力でサッとこう潜在もう、まあ、パッと掃除しますね。これはね自分でも驚きですね。こんな親切なところがあったと、みたい、俺みたいなね。これはやっぱり武田義之科学戦略の報いを求めない今一つの親切を行動に移せ、まあ、私が、ね、実は武田教材の中で一番好きなフレーズなんですね、うん、だから意外に感動感謝系なんです私はね。その顧客戦略の中の報いを求めない今一つの親切を行動に移そう、これ知ってるって人、あれ全然知らないよね。あれ何武田義之の教材持ってるって人、あれ偉い少ないね、本は読んだって人、本も買わずに講演だけ聞いたことがあるって人。まあでもやっぱ意外にそんなもんですね、うん。今日は新幹線に来るときですね、武田先生のこの新書、あの、まあ、新刊、これ読んできたんです。まあ、4回目ぐらいです。まあ、ね、私とか福岡の、ね、ここにいる三重のラジオスターの代理店の、ね、今崎さんとか、そういった連中からしたらね、まあ、これ書いてる方の、まあ、9割はもう知っとうよと。もう耳にタコいかができとうよということですけど、まあ、1割、2割ぐらいでね、新しいことが書いてあって、まあ、それはもう分かった上で改めてこうずっと読んで、この本自体は4回目でしたよね、読んだのがですね、新幹線の中で。今日ずっと読んでいた。まあここがね、やっぱりね、おっと、こうなんかね、となんかやったんですよ。ここ、ああいい一行があったとか、いいこの五行の、あ、この五つの五文字いいなとかっていうのがまあいろいろありましてね。だから大事なことはですね、繰り返し学習が大事ですよ。講演一回聞いて、まあ大体明日9割忘れてるんですから。あの講演が何万字ぐらいですか。それは暗記って考えたらそれ無理なんですよ。私もね、だからね、勉強ずっとやってきて分かってきたのが、ね、当たり前ですけどね、いいと思ったやつをですね、丸暗記するぐらい、いや、無意識状態、SMI 的に言ったら、無意識、潜在意識でもう全部分かっとうわいと、考えずにさっと行動出るぐらいにならないと、やっぱ使えないです、これ。ね、最近私、ちょっとその辺の域に、ちょっと達してきてると思うんですよね、ちょっとだけですね。例えば今日も、まあ、今日はね、なんか真面目系期待してきた人には、なんや、かやののいつも雑談、かやののいつもの雑談系セミナーかみたいな、まあ、ちょっとがっかりしてる人もいるかもしれないですけど、まあそれはこの後ちゃんと本家がちゃんと真面目に話しますから、あれですけど、